さあアンルシアの話はどうなるのか。行くぞお城にレッツゴー。まあ入れてくれるっしょ、何も悪いことしてないし、ご自由にだかさ、ね、探しに行きましょうか。まあ大体わかるよね。お、アンルシア姫様は現在こちらにおられませんね。寝室の方に行きました。覚醒を前に、ね、なんでもう覚醒できることが確定してるのか、これがわからない。割と普通に。あ、止められた。アンルシア姫様の命によりこの先は立ち入り禁止となった。なんか抜け道あったね。客人であろうと通すわけにはいかぬ、速やかにここから立ち去られよ。おお、こちらにおられましたか。 G、ミシュア様のことであなた様にお話があるのです。こちらへ。この宰相様はいい人なのかな。割とすぐそこだった。実は私もミシュア様のいる塔のお部屋へは近づくなとアンルシア姫様に命じられてしまいました。アンルシア姫様は勇者覚醒の儀式にミシュアが必要だとしか教えてくれません。例えばこいつの息子もまだ行方不明のままなんだよね。ゼドラ島で何があったのですか。息子か孫か忘れたけど。なんとミシュア様がアンルシア姫様の失われた半身ですと。まさかそんなことが。アンルシア姫様はミシュア様をどうするおつもりなのか。まあ無理やり殺して一つにする的な感じなんでしょうね。ミシュア様は今大変危険な状態にあるのかもしれません。城下でたびたび行方不明のものが出ているという話はご存知でしょうか。でも見つけてくれるんじゃなかったっけ。実は私の孫のテグラムもその中の一人なのです。行方不明となったものはいずれもアンルシア姫様にお目通りした直後に姿を消したと聞いております。しかしこれまで誰もそれを疑問に思う者はいなかったのです。おやおや、私自身もその一人でした。愛する孫がいなくなってもそれが当たり前のことに思えて疑問すら抱けなかったのです。認識の改変ですよ。なぜ今まで孫が行方不明になったことを気に留めなかったのかは分かりません。このままではミシュア様の身にも何事か起こるかもしれません。最終的に見つかったみたいな話だったよね。どうなんですかね。おい、あの姫様うさんくさいとは思ってたが。本気できな臭くなってきたわね。これはミシュアさんを助けに行きましょう。これをあなた様に託します。古びた銀の鍵、大事なもの。ミシュア様の囚われている塔には城に危険が及んだ際王家の方々が避難するための秘密の通路があります。秘密の通路は外に出るための洞窟、海風の洞窟につながっております。なるほどね。逆にたどれば塔へ入ることができましょう。先ほどお渡しした鍵は海風の洞窟と秘密の通路。海風の洞窟は人目につかぬところにあります。私はもうええわ、じじいの声そんなに聞いてもしょうがねえし
ね、ジジイの声なんていらねえんだよ。特別な鍵今もらったけどあかんらしいぜ。何をする気だ。ガラクタゲリメスに、ね、レビュール街道北の海風の洞窟。ここからかな。いいよ、割とね、街中からでも直接ルーラーできる作品も結構あるじゃん。6あたりは確かねできたはずなんだけど、さあ戻ろう。早い。そう、わしは役に立たねえですよ。かな、海風の洞窟、ドラクロン産地っていうね。どうなんでしょうね。一応次行く場所があるからわざと行く。おっ、デンタザウルスがいる。相手にとって不足はねえぜ。さすがにね、今からボス戦まで全部だと回避するのは難しいと思うんで、倒していきましょうか。なかなか耐えるね。ドルマドンを喰らえ。そう、余裕だね。余裕だね。お、レア宝、魔獣の骨。お、バルザック系がいるぞ。一匹倒しとくか。オイルコンボ。私に任せて。微調整。こけるやろ。もう一ターンは大丈夫だろう。ショック、ショック。恋はスリル、ショック。余計なことするよりね、なんか無双の倍切るってした方が強い気がする。おそらく次で終わるけど、マヒャデドスよりドルマドンの方が強いんですよね。すごい、3ターンかかるね、倒すのに。やったー、大きな鱗。コンボ落とせよ。モヒカンとやつがいるわ。はい、上。落ちないように気をつけよう。飛べるんや、このまま。
つ戦ってないよ。いずもは見たまんまやな。ここまで強くないのか。レベルが上がった。おっしゃ。あれ？開いてるってことはここ来たこと、あ、来たことあるわ。そう、俺だ、ここを行ってルーラポイントをさ解放したかったんだけど、地図見た感じ繋がってるかどうか分かんなかったから行くのやめたとこだ。セルゲイナスかな、多分セルなのかゲイなのかナスなのかはっきりしろ。これちょっと下向きになるよね。落ちたかと思った。じゃあここ洞窟くずみたいになってる。開けなくてやって聖なるナイフ探検。そうそう、あ、ダメだ。オーケーのナイフ。あれ、さっきの聖なるナイフとはまたやっぱちゃうやつ。ロープかなんかね。なるほど、わからん。いや大したもんじゃねえだろ。あそこが行く道っぽいな、うん、OK、おや、誰かと思った後をつけた。またストーカーが。あなたでしたか。お久しぶりです。お噂はいろいろと聞いていますよ。ほう、こんな場所に洞窟の入り口があったとは。これは大変興味深いですね。こいつね、ドラゴンっぽいんだよな、目が、うん、あなたはこの奥を目指そうとしているわけですか。イエス、だったら。それでは私もちょっと中を覗いてみるとしましょう。いやー、こいつはこいつで怪しいよね。多分悪いやつではないんだよね。わしのキャラクターを狙っているんだよね、ニスケに。あ、うん、おっと、これ何ワカメや。昆布や。よくうちにもいたけどね、わさびと昆布よくわかんないよ。まあやど、そんな強くはないけど、それなりに痛い。せっかく人が調整してたのに。不思議な階層。いや、昆布だよ、それ。不思議な階層の書って昆布だよ。言われんでも分かるやろ。奥行くか。おっと、こいつらいるじゃん。
ガルバゴルバ戦ってみるか。あ、レッドイーターブルイターか。あ、当てた当てた。動き早いなこいつら。フリーズだ。たまらん。あ、そうか、こいつはグループじゃうんか。怒った怒った怒ってないよ。ゴキブリが死んだ時の動き。動きが気持ち悪い。余裕だね。まあまあ両方倒せたのは良かったじゃないですかね。あとこのね、半魚人みたいなやつ一回。アサシンクロ。ボードボードでいいよ。そう、どうせお前ら一発よ。楽勝。まあ次のターンぐらいで終わるんやけど。もっともっと頑張ります。お前は本当に頑張れ。もうちょっとその占いの力を強化したらいかがですか。仲間になってから一度たりとも役に立ってねえぞその力。まあ当たり前なんだけどね。この6人そもそも本当いないからね。ついてこないからね、本当は。そもそもタンスミミック、そろそろ1個強化されたタンスミミックになるかもしれないので戦ってみるか。さあ、まだまだできる。さすがにボスまでは持たないから。終わっちゃった。出直してきやがれ。ミミックっつったら小さなメダルを落とすイメージなんだけどね。富士壺？いや剣やな。錆びた、ちょっと何が釣れるかだけチェック。おー、リビングデッドとヌーがいる。イワナニジマスブラックバス、どっかで釣りしないとレベル一生上がらねえけど、どうやらここのイベントが終わったぐらいで鍵もらえそうだね。ああ、またいんのかよお前。今さっきハイテンション終わっちゃったとこじゃねえか。さあ何？ああ、ズシオマルだ。おお、そっちでよかった。おい。ほら固まるか。ボス系はあんま固まらない。とりあえず固まったやつは一旦放置。かてえな。攻撃力アップ。とりあえずあのアビスソルジャーがね、ハイスーパーハイテンションになる前に大暴れ。効率き方が半端じゃねえな。ここはあれだね、ロストアタックでスーパーハイテンションまで持っていかせない戦い方でいくか。この間に1匹でも倒す。
俺に怒るなんてどうでもいいから。さあ攻撃力を上がれ。一番大事なやつが下がってねえな。まあ防御力2段階アップ1。そうだ、ごまめてる。うん、とりあえずトトロ倒しちゃう。よし、まず、うん、別に何も怖くない。しびれながらスーパー相手にしよう。しびれはキアリック、あれ治ってる。え、なんでこれがわからない。で、こいつをぶっ倒すか。行くぜ、覚悟しろ。全然大丈夫。行くぜ、覚悟しろ。多分次のターンで。攻撃力2段階ダウンで守備力2段階アップだった、ね、これで終わりだと思うから、クリティカルアーツで味方全員にテンションを上げましょう。楽勝やな。もう何もしなくていいわ。あー、余計なことしちゃう。もう1回ぐらいやな。まだか。わし好みにしてやるです。ミスミス。入るね。やることないし、ドルマドンでもしときなさい。おお。強敵が出るのはいいんだけどね、こいつに MP 吸われるのが嫌なんだよね。もっと強くなるわ。ね、この後アンルシアと戦うことになるかもしれないのに、ね。